里の発見動画チャンネルの吉田進です。今日は玉川学園のコスモス祭に来ております。先ほど文学部の中を見させていただきましたが、外のテントでこの食べるものを今いただいているところです。こちらはですね、ものは餃子がありました。3個で150円という案内をいただきましたので、せっかくですから寄りました。どうしてかと言いますと、私がいました卒業したわけじゃありません、入学したわけでもありませんが、旧大から異常勤講師の方が公園にやってくると、なんと遠いところからやってくるということで、この店に立ち寄った次第です。タイトルも難しく、人間学科の林先生講演会、女性差別って何ということなんで、ちょっとなかなか私などは立ち寄りがたいテーマのところです。そういう次第で寄りました。非常に旧大のキャンパスは馴染み深いところで、私は学生でもないのに以前こうしたお店を出させていただいておった時代があります。遥か学園運送の時代の頃です。終わります。吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤でした。終わります。